もともと高校はですね、地元 の、 今は西方高校から中央高校になってるんですけど、農業高校の方に行ってまして、で、まあ、当時がですね、公務員 の、 資格の合格率が高かったので、まあ、公務員目指して行ったんですけど、まあ、全く全然勉強しなかったんでですねそれは、まあ、途中で断念して、で、進路悩んでた時にですね、まあ、家業で税理士事務所をやってたので、まあ、経理の方にちょっと勉強してみないかということで、で、専門学校ですね、経理専門学校の方に行って、でそこで簿記の勉強等をしてたんですけれども、で、その勉強をしている傍ら、まあ、就職活動をしてたんですが、ちょうどその頃超就職氷河期でどこにも就職先がなくて、で、まあ、家業の方があったので、そこに拾ってもらってですね、はい、でもうそれも地元に帰ってくるきっかけになったんですけど、そこからもうずっとこちらここの事務所の方で働いてるっていうような状況です。僕にとっては居心地が良すぎてちょっと割と悪い部分もあったのかもしれないんですけれども、でもすごく周りの人たちがよくしてくれてて、もう昔から知ってる人たちがいろいろ教えてくれて、もう自分で何かその成長の機会を探さなくても、その人たちが示してくれる方向でただただ行っていたら、どんどんですね、いろんなたくさん経験させていただいたり、成長の機会をいただけたので、すごくそれは地元にで仕事しててよかったなとは思います。お客様、企業の成長とともにそばにいさせていただくので、やっぱり悪い時もあればいい時もあって、特になんか災害の後とかですね、ぐーっとそれまで上がってきてたものが落ち込んでいったりとかして、そのすごい経営者の抱えている苦悩をそばで感じさせていただいてるので、やっぱりそこからこう立ち上がっていく人の姿を隣で見させていただくっていうのは本当すごいですね、印象深い思い出があります。自分がこの仕事を通してお客様の企業様をの、まあ、成長というかをお手伝いさせていただくことで、そこの企業さんが伸びていくと、税という形で地域にはですね、お金が落ちてくるし、で雇用もどんどん増えて維持されるので、その部分を自分ができることで、少しでも担えたらなとは思ってます。先輩からですね、言われてた言葉で、好きな人のために自分のできることを精一杯やれっていうことを言われてて、で相手が好きか嫌いかどうかは関係なくですね、自分が好きと思ったらその人のことを精一杯ですね、応援できるように動くようにっていうことを言われた言葉がすごくなんか胸に残ってて、お客様も好きな人の一括りでありますし、でもうとにかくお客様のために自分ができることを考えて、で、まあ好きな人になんかサプライズでプレゼントを送るような気持ちで、なんかこういう情報を出したら喜ぶんじゃないかなっていうのを考えながら、今その人たちが喜ぶ情報の提供ということで気をつけて仕事は頑張ってます。ドリフェス委員会っていう委員会にですね所属させていただいて、で、そこが担当しているお祭りですね、はい、波野の夏祭りとかですね、はい、そちらの方のお手伝いで、行かせていただいてます。
っぱり部活動みたいな感じというか、なんかあの文化祭前 の, あのみんなでワイワイ準備している感じとかがですね、あの楽しかったですね。単純に多分どの仕事に就いたとしても、あの自分の表現ができる場所だったりとか、自分が輝ける場所っていうのは見つけ出せばどこにでもあるんじゃないかなとは思っていて、職業のが何に勤めるにもかかわらずですね、まあそこの場所を見つけ出すことができればいいんですけど、もうこの仕事で自分が合ってるかなとかいう悩みもあると思うんですけど、多分どこの場所に行っても自分が合うところっていうのはあると思うので、あそこの場所が見つかればいいなっていうのとですね、あとは見つけることができなくても、あのまだまだチャンスはたくさんあるので、いろんなところに顔を出していろんな経験をして、で先輩の言葉とかもですね、とても参考になるので、いろんな人から話を聞きながら、たくさん経験を積んで自分の表現できる場所っていうのが見つかればですね、いいなと思います。はい、ジリリタです。これはどんな意味？はい、これはですね、うちの事務所の、社税ではあるんですけれども、自分の利益は、他人の利益と一緒っていうことでですね、人のためになることが、自分のためになるんだよっていう意味らしいです、はい、ちょっとまあ人のためっていう言葉もなんか おこがましいような気がしてですね、本当に人のためになることができてから、きっとそのこの言葉の本質が見えてくると思うんですけれども、はい、今のは、この言葉の意味をどういう意味なのかなということを探りながらですね、仕事を頑張らせていただいてます。